はい、全国の皆さん、こんにちは。早稲田法学塾代表の平です。本当の本当の直前ですよね。あと残り3日4日でやっといてほしいことね。これだけやっておくと、うまくいけばあともう1割ぐらい本番での点数が変わってきたりとか、本番で仮に失敗したとしても、ちょっと考え方を切り替えて、うまくリスタートができるんじゃないかなみたいな、6つのアドバイスをね、皆さんに送りたいと思います。皆さんに、こう、最後やっておいてほしいこととしては、これまで、たくさんの過去問だったり、実践問題集解いてきたでしょ。共通テスト関係だったらセンター試験の末期含めて、まあ、4年分5年分とかね、まあ、実践問題集とかだったら、まあ、それこそ現役生の方だったら学校で受けさせられた模試だったりとかね、あるいは Z 会とかさ、寸大とかが出してる実践問題集だったりいったものですね。要するに共通テストの系統ですね。そういったもので間違えた問題だけでいいから、片っ端から解き直してみてください。もう間違えた問題だけでいいです。なんなら答え覚えてても構いません。答え覚えてても構わないから解き直してみてください。そうすることによって、結局ね、国語とかあと英語もそうなんですけど、読解系の科目っていうのは判断力の問題なので、もちろん知識も大事だけどね、こう自分の観察力、ヒントを見つける観察力や、拾ったヒントを使って吟味して答えを絞り込む判断力を、正解レベルにチャンネルをしっかり合わせておくってことが大事なんですね。そうするといいコンディションで本番を迎えられるから、間違えた問題だけでいいから、共通テスト3年分とか実践問題集、今年の、ね、受けた模試の間違えた問題なんていうのは、模試なんていうのはある意味こう予備校が出したまあ予想問題みたいな側面もあったりするわけなんで、まあ模試2、3回分とかね、で間違えた問題だけピックして解き直してみてください。そうするとね、いい感じでね、こう頭のコンディションが出来上がってきますから。第2に、頭のコンディションをやっぱりいい状況に持っていくためにも、体のコンディションもしっかり整えておいてください。睡眠不足と運動不足にならないようにしてください。共通テストの当日の朝とかね、筋トレをしてから行ったりして、要するに、ね、体のコンディションがこうしっかりとアップができてて燃えてないと頭も回転しないんで、睡眠不足と運動不足にならないように、ここね、ちょっと大事にしていただきたいなと。3つ目のアドバイスなんですけども、やっぱね、知識の補強って大事なんですよね。結局判断力って、まあ皆さん皆さんの持ってる知識と経験でクオリティって違ってくるんで、古文単語とか古文文法とか漢文の句法みたいな参考書、あとはまあ現代文だったら共通テスト系統の現代文の問題集とかやってきましたでしょ。そういったところをね、ちょっとこう見返したりとかしてもいいのかなというふうなとこ、知識系統を中心に、あ、こういう解き方だったなとかね、この知識だったなとかね、そういったものをまあ思い出してあげて、で補強し直すと。でこの知識の補強っていうのは、まあ2月入試にも生きてきますからね。高目にしてもそうですよね。理科社会とかね。4つ目のアドバイスとしては、本番のね、その中での話になってくるんですけれども、おそらくここ3年間共通テストの問題をまあ見るに、まあ僕もほら毎年好評出してるじゃないですか。本文の難易度っていうのはさほどでもないかなと思います。今年現代文の問題を難しくするっていうか、古文漢文もですけど、国語の問題を難しくする方法、まあ英語もそうかもしれないですけど、2つなんですよね。基本的に本文の内容を難しくするっていうこと本文の内容が難しいと、うわ読めないってなって皆さんやっぱり当てずっぽになるもんなんですよね。でもう一つは選択肢を微妙にすること。僕のユテラ基礎現代文講義だったりとか、こう共通テストの好評だったりとかをね、見てる方とかはね、まあわかるかもしれないけど、まあ正解に思える選択肢って2つあっても別にいいので、どっちの方がより良いかっていうね、こういった目線をね、しっかり正解にチャンネルを合わせておいてほしいから、だから一つ目のアドバイスで言ったように、ちょっと間違えた問題だけピックしてやり直しとけっていうのはそういうことなんですよね。おそらくただね、本文の難易度はそんなに難しくしてこないんじゃないかなと思うんですよね。古文以外は古文はね、多分本文も選択肢も結構難しい可能性高いんですけど、現代文と漢文に関しては本文はそんなに難しくならないと思います。ただ差をつけてくるとしたら、まあ選択肢の吟味の部分で差をつけてくるのかなと思いますね。あとユーテラのね、現代文講義の中でも僕話してるんだけど、設問の後半部ですよね。問いの4、5、6とかさ、後半の方にまあ差がつきやすい問題を配置してくる傾向にあるので、そっちの方を中心に復習しといてもいいかなっていう感じはしますかね。特に、まあ、現代文、古文、漢文、どれも本文を全部ちゃんと読まないと解けないように問題の構成って作られてるんで、時間がね、こう厳しい入試の中で、しっかりと本文も最後まで読ませる、楽はさせないよっていう、まあなかなかに厳しい試験だなっていうところが、まあちょっと今年の予測かな。皆さんは自己採点しますよね。で、自己採点なんですけど、受験生のね、自己採点ってね、本当にザルなんですよ。なんでかっていうと、点数っていうものをね、相対評価じゃなくて絶対評価するんですよね。どういうことかっていうと、160取れたらやった !140 だって、うわ、今一つみたいな感じになるんですよ。点数だけで一喜一憂しないでください。点数と
合格可能性って比例するんですよ。同じように平均点と皆さんの点数も比例するんですよ。平均点が低ければ皆さんの出来だって低くなる可能性高いし、あるいはまあ低くてもいいし、平均点が高ければやっぱりもっと取らないといけないって。だから平均点が100点ぐらいしかない中で140点ぐらい取ったってこれ全然問題ないんですよ。だけど平均点が130近くあるのに160点弱ぐらい取ったってこれもうちょっと欲しいよねみたいな話になってくるんですよね。というふうに点数って相対評価なんで、全体平均とかを見るまではあんまり一喜一憂しないでください。ここの部分の話になってくんですけど、平均点が100点ちょい105678とかね、そこいらだった場合、欲しい点数はまあ150弱ぐらいだと思っておいてください。150弱、要は110点を平均点が超えてこなかったらまあ150弱、まあ145、6点ぐらい欲しいかなぐらいで思っておいてください。平均点がもし110点を超えてきたら150オーバー、なんとかあわよくば160オーバー取りたいなというところ、これがまあ国語の目安だと思っておいてください。で、国語で平均点120超えてくるっていうのはちょっとあんまり考えにくいんじゃないかなっていう予想ですね。近年の傾向からしてね、やっぱ国語って難しいんで、これがまあ4つ目のアドバイスですね。5つ目と6つ目は皆さんのメンタルケアになってくるんですけれども、5つ目、ダメだった時のプランを持っとけってこと言いたい。ちょっと厳しい話するんですけど、共通テストってね、本当に難しい試験です。早稲田合格塾ってね、こう第一志望が早稲田を目指す人たちなんですよね。で、もう一個やってる慶応合格塾も第一志望が慶応大学の人たち、要するに早慶志願者って言ったら、まあ基本的には受験者層の中でも上の階級にいる人たちなわけなんですけれども、そういった人たちでもまあざっと 50% ぐらいの肌感覚の確率で失敗します。うん、これもう本当にそう。逆言うとね、まあ共通テストで失敗しても、意外と2月入試ね、早慶入試で逆転合格したりすることも、結構センター試験時代と比べるとだいぶ増えてるんですよね。だから、ここまで次第一般入試と関係がね、相関しない入試が共通テストなんだなっていうところも、まあ本当にまざまざと実感してるんですけども、共通テストで皆さんが失敗してうろたえる理由って何かっていうとね、これ大きく2つなんですよ。まず、プランがないってことなんですよね。皆さんは、おそらくまあ当たり前ですけど、共通テストでさ、いい成果を残すために一生懸命勉強してきたわけですよね。なんだけれども、その皆さんがいざ受けてみて自己採点してみたらうまくいかなかったってなると、終わったかもとか思って、それはうろたえるんですよね。足が止まるんですよ。だからね、プラン持ってないといけないんですよね。で、じゃあこのプランって何かっていうと、まずまあうまくいった時のプランは OK ね。次に普通プラン、まあまあかなみたいな時、想定の範疇かなぐらいの感覚、滑り止めの数を増やすのか、あるいは国立の方だったら行きたいとこあるんだけどちょっと落とすか、でもまあ落とさないまでにしても、まあこのぐらいの共通テストの点数だったら2月入試でこれぐらい取らなきゃいけないよな、これくらいだったら俺ならまあなんとかできるんじゃないかみたいなね、こういうね、予測の数値を立てておくということ。そして3つ目にヤバめプラン、まあ共通テストこれだとちょっとこう国立二次でこれぐらい取らないといけないよなとか、あるいは共通テストこれぐらいだと共通テスト利用はかなり危ういから滑り止めの次第増やしておくかとかね、仕方がないから脂肪を落とすかみたいなね、こういうプランですよね。これがヤバめプラン。そして4つ目はもうダメだった時プランです。共通テストもこれはチンガラだわっていうねもう全然ダメってことね、九州の方言ですけど、もう全然ダメだった時のどうするかのプランまでしっかり考えて持っときなさい。まあ4パターンぐらいでプランを持っといてほしいんですよね。こうプランがないとね、人ってね、足踏み外した時にうろたえるんですよ。もう足の踏み間がないもんだから足が止まるんですよね。落ち込んでみたいな感じになるんですよ。だから必ずプランを持っておきなさい。いい。そして皆さんの周りの反応なんですよね。親とね、友達なんですよね。例えばね、まあ共通テスト別にここで失敗したって俺次第宣言だから、まあそんな関係ねえしみたいな人もまあそれなりに一定数いると思うんですよ。だけどそんな人ですら共通テスト、まあ大して全然練習してないけど受けてみました、 65% か、微妙な数字だ、そんなに共通テスト練習してないし、まあ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 って自分の中では思っていても、周りの友達とかが7割以上 75% とか取ってたりするとするじゃないですか。あれ？俺ってクラスの方でも下の方なんじゃね？みたいに思ったりすると、不安が、みたいになってきたり。あるいは、親がね、今年の共通テストこれぐらい取らないといけなかったみたいよとか、どこどこくんちの子はこれぐらいできてたみたいよ、あんたより全然いいじゃないみたいな感じになってきたりすると、親の方が、ちょっと今年厳しいかもなーみたいな感じになってきて、その空気感ってね、やってる当人にも伝わるんですよ。っていうような、こう、周りの空気に苛まれてしまって、
って、で、自分の空気も変わってくるみたいな感じなんですよね。もうこの時にね、気にするなって言ってもね、もうちょっとこうなかなか難しい部分があるんですよ。それぐらい共通テストに伴ってやってくる周りからの空気感みたいなものってあるんですよね。人っていう生き物は意識してない時に急に殴られるとすぐ気絶しちゃったり伸びちゃったりするんだけど、意識がちゃんとある段階で攻撃を受けるとまあまあ我慢できるんですよね。今から殴りますよ、バーンって殴られると、まあすげえ痛いけど、まあ耐えれたりするんですよね。っていう風に、今日ね、この僕のコメントを聞いてたことによって、あ、これが平先生の言ってたあの空気感ね、わかる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 、これだみたいな感じで、なってると、まあまあ耐えれたりするし、本当ね、親御さんたち聞いててほしいです。まあ友達に空気出すなんて無理だから、お宅の息子さん、娘さん、まだまだ可能性あるから、共通テストっていうのは、チャンスの一つでしかないのに、なんか、そこでうまくいかなかったらもうダメみたいな感じになってるんですよね。日本人ってとかくこういう人多いんですよ。サッカーの試合とかでも、前半戦リードされた状態とかで折り返すと、うわ、もうちょっと、今回の試合負けかもダメかもみたいに思ったりするんですよね。違う、後半で2点取れば逆転ですからっていう風に、もう入試なんてさ、もう前半関係ないからね、次第とかになってくるとね、本当にこうまだまだ試合はこれからなのに、なんかもうダメなんじゃないかみたいな空気を醸し出すと、やっぱね、やられるもんなんですよね。むしろ逆、チームの監督みたいな感じで、まだこれからこれからみたいな感じで盛り上げてほしいですよね、逆にね。最後に6つ目のアドバイスなんですけど、確かに共通テストね、失敗すると怖いんですけれども、共通テストうまくいこうが失敗しようが、2月入試次第で5個10個受かろうが、まあ大学たくさん受けられますよ。でも結局行けるところって1個なんですよ。だから、まあ、僕は入試は好奇心旺盛なやつが勝つってね、これはもう精神的にも現実的にも勝つんですけれども、好奇心旺盛なやつが勝つって言ってることの理由の一つには、第一志望が1個じゃなくて、第一志望だけでね、4個5個ぐらいあるんですよね。この4個5個の中でなんかどれか受かったらもうめっちゃ嬉しいみたいな。結構ね、その第一志望、第二志望、第三志望みたいな感じでまあ分けたりもするんですけども、ちょっと考え方を変えて、第1志望が4つ5つあるみたいな、なんかそんな感覚で大学を見ると発想が変わって、結構いいリスタートがまた切れるんで、こう第1志望をなんか4つ5つぐらい設けてほしいと。でその中で1個受かればいい、入試は1勝99敗でいいんだ。そのためにやっぱり自分で自分のメンタル作っとかないといけない。さっきさ、なんかこうプラン設けとけよって言ったけど、そのプランを考える上での一環として、第1志望は3つ4つね、ちょっと持っときなさい。今までなんかさ、第1志望、第2志望、第3志望みたいな考え方だったかもしんないけど、うちの塾だったら総計志願者だけど、総計なんてさ、どこ受かったって幸せに決まってるじゃないですか。もう第一志望4つ5つみたいなもんすよ。本当にそんな感じでね、まあ皆さんの志望校それなりにいいところが結構あると思うから、なんか志望校のこととかをさ、ちょっとこう検索してみたりして、もっといいとこ探してみよう、もっといいとこ見てみたいみたいな感じでね、第一志望をね、3つ4つね、設けてみてほしいと。心の中にね、格上げしてあげてくださいよ。そんなところがさ、に最後ね、授けたいアドバイスかな。一つ目、まず間違えた問題を片っ端から。二つ目、運動不足、睡眠不足になるなよ。三つ目、知識系統は補強し直しとこうね。四つ目、点数は相対評価なんだって話。五つ目、プランを持っとけと。六つ目が、第一志望を三つ四つぐらい持っとけって。これがね、僕からの最後の最後アドバイスです。共通テスト。本当にうまくいっても、うまくいかなくても、顔を上げてやっていける、そんなプランをね、自分で作って向かってきてほしいなと思います。以上です。このチャンネルがいいと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録。まあ、モルデツチャンネルなんですけどね。よろしくお願いします。